さあ中野さん、この試合なんですけれども、まあ、PWF ユニバーサルタッグの王座がかかっているということで、もともとこれは日高と、ね、藤田が持っていたベルトだったんですよね。そうですね、ワールドワン、ツアーにね、この2人が行った時にタイトルをアメリカに奪取したんですけど、ね、はい、その後日本帰ってすぐ日高選手が怪我をしてしまったと、はい、ね、少しこううさんくさいジャックビクトリーから剥奪をされまして、はい、今に至るんですよね。まあ、その間はじゃあ空位だったということですね。そうですね、はい、なかなかそのアメリカでも選手権をやれる機会がなかったようでですね、はい、アメリカは今小さな団体はね、なかなか毎週毎週試合をするということが不可能のようですね、はい、なかなかこのタイトルのチャンピオンが決まらなかったみたいですけど、さあそのタイトル、まあ、日高藤田は順当なところですが、まあ、黒田佐々木義人、まあ、佐々木義人としてはこの辺りで勲章がね一つ欲しいところですよね。そうですね、はい、本来であれば田中雅人がね、黒田選手なり田中佐々木義人だと組んでね挑戦してもいい選手権なんですけどね、うん、田中ちょっと怪我をしてしまったので、はい、今欠場してるんで、さあその佐々木義人が出てまいりました。さあ最近は田中そして黒田と共闘しております。義人も、ね、はい、早く会場行ってリングを作ったりね、うん、試合も全てこなして、してればね腰をかなり、ね、痛めてるみたいですね、まあ、テーピングがねちょっと見えますけれどもね。そうですね、はい、まあ、しかしこの橋本慎也不在のゼロワンマットのね、はい、この混乱は、まあ、佐々木にとってはチャンスですよね、うん、チャンスですね、はい、もう大いに自己主張を簡単にね、簡単ではないかもしれないけど、どん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 言いたいことを言ってそれをねリングの上で表現していけばいいと思います。うん、さあ昨年は若手の登竜門獅子王杯に優勝、今年は海外遠征を経験しましたこの佐々木、著しい成長を遂げております。まあ、気遅れしてないのが彼のいいところですよね、はい、我が社の代表に向かってもね、はい、デブ社長とか、はい、うん、もう平気で言ってますからねデブ社長ですか、まあ、本来は言えないですよね、普通の企業であれば即クビと言われてもね、おかしくないんですけどね、まあ、それがプロレス界のいいところであるのかもしれないですけど、全くその通りですよね。まあ、その後ね、どうなってしまったかというのは、まあ、想像に難くないですけれどもね。そうですねさあそれだけ気の強いものを持っております佐々木義人。でこの黒田選手というのは独特のね、すかすのがうまいっていうんですかね、うん、突っ込んでくるのに対してさらっと避けるっていう自分のペースがすごくうまいですよね、はい、さあ佐々木の力強いボディスラム、この辺りをウエイトの差でやりましょうか。さあ日高とチョップの試合、まだね佐々木義人もね、もっと見てチョップ打たないとね、はい、あっとドロップキック的確ですね、素晴らしいドロップキックであります。まあこのね、対するこの日高藤田、もうこれは素晴らしいタッグチームですよね。素晴らしいですね、はい、当初うちで NWA の、ライトタッグをね、はい、チャンピオン決定戦やったときにリック東郷選手、はい、また素晴らしいタッグだったんですけどね、この藤田日高っていうのもそれに負けず劣らず素晴らしいタッグですね。もし可能ならば日高藤田対日高東郷とかね、はい、こういう組み合わせみたいなのができればね、見たいですね、素晴らしい試合なんじゃないですかね。あと若手もねこの日高君から学ぶもの多いですよ、体が小さいものを克服していくにはね、はい、きちんと的確に技を当てていかなければいけないんで、まあ、この日高そして藤田、アメリカマットでの経験も豊富であります。まあ、そのアメリカマットでね、その大きな選手と戦うこと、まあ、その大きな選手と戦うことの技術といいますかね、はい、それを学んでるんでしょうね。そうですね、はい、まあ、日高選手もね、東郷選手と組んでるときはね結構こう先輩を立ててるようなところあったんですけど、はい、藤田選手に関してはね、相方相方っていうね、こういうこうフレンドリーな、なるほど、呼び方をしてね、これも素晴らしいチームですよね、はい、いずれそのこういうチームが、はい、今現ね、大谷、大森が持ってる、選手権にね、はい、挑戦するような機会を与えてもいいんじゃないですかね。あ、なるほど、それは面白いかもしれないですね、はい、まあヘビー級とどう対抗していくのか、まあ、そのあたりも日本マットでね見てみたいですね。そうですね、はい、
僕はねどっちかといったら無差別級支持者なんですよ。ああそうですか、はい、はい、あのジュニアヘビー級に日本はよく分けてますけど、うん、アメリカというのはあまりそのクルーザー級が ね、たまにあるぐらいで、はい、あのジュニアヘビー級の選手がヘビー級のチャンピオンシップのベルトを巻いてることも多いですからね、はい、まあ、そのプロレスの流れは僕は無差別級だと思いますね。まあそうですよね、WWE ではエディ・ゲレロがねベルトを巻いたりもしてますからね、エディもその日本に来れば、はい、そのジュニアっていうね、はい、そういう感じしますけど、アメリカでも十分なもうヘビー級のトップスターですからね。そうですね、やっぱりその僕はこだわりが日本にまだね残ってて、うん、その体重100キロなのか95キロなのか別にして、うんうん、まだこだわりが強いですね。それはどっちかといえばそのヘビー級のものがジュニアヘビー級のものに対して見下しているものがね、はい、若干あると思うんですよ、うん、だけどねジュニアヘビー級の選手だってヘビー級に勝てるんですよ、まあ、特にこの日高あるいは藤田といったところはね、高いポテンシャルを持ってますよね、他団体でもねやっぱりそのジュニアヘビー級の選手がヘビー級だっていい試合すること勝つことありますからね、はい、まあ、いずれはジュニアもヘビーもなくタッグは1本、シングルは1本、うん、まあ、そのクルーザー級というのは残す必要性もあるとは思いますよ、はい、思いますけどそういう形にまとめていった方がいいんじゃないですかね。なるほどね。さあちょっと藤田が捕まっております。さあここは黒田のお墓、黒田のペースであります。まだ藤田選手はねうちのゼロワンに上がってね、はい、まだ2シリーズ目、ね、そうですよね、はい、まだ黒田の方がね慣れてますからね、ペースは黒田ですね。まあ、しかしあの 7.9 コラケンのね高岩とのケージマッチ、まあ、タイトルマッチでしたけれども壮絶な戦いを見せましたよね。そうですね、はい、本当にあそこまで命がけの試合をしてね、それがなかなか届いてないのが現実なんですけど、まあ、これからその事務所としてもね、はい、どんどん世にこうアピールできるように努力していかなければね、それは僕らの仕事かなと思うんですね。まあ、この藤田の加入というのはゼロワンにとって非常に大きいですよね。そうですね、はい、アメリカで彼が来て試合見た瞬間にね素晴らしいなっていう、ね、まあ、彼自身もそのいろんなメジャーな団体を渡り歩いてきてますけど、それが今になってこう役に立ってると思いますよ。特にどういうところがこの藤田選手はいいところでしょうかね。受けるときはね、はい、しっかり受けてますよ。あ、なるほどね、うん、ちゃんと気を許さずね、はい、受け身もしっかりしてますし、受ける場所もきちんと自分で考えてね、真ん中では大きな技絶対に受けないとかね、しっかりしてますよね。そういったインサイドワークをさることながらやっぱりヘビー級とやってきて自信もあるんじゃないですかね。やはりその見えない技術といいますかね、やっぱり体に染み付いてるんじゃないですかね、はい、ただそのこういうハードコアスタイル、はい、椅子を使ったりテーブルを使ったりっていうのは黒田とか金村選手とかね、そうですね、18番なんでそこら辺とどう今度対処していくか、はい、それも必要じゃないですかね。さあこのテーブルを使った黒田の攻撃、藤田が悶絶しております。さあもう一発いった、3連発であります。これはちょっと藤田の動きやや緩慢になりました。これは急所ですからね、はい、この男の人にしかわからない、そうですね、激痛がですね、はい、ありますからね。さあ思わず我々も内股になってしまうようなそんな攻撃でした。そしてボストンクラブ、これは苦しいか、きついですね。さあこの佐々木の充実した下半身どっしりと乗ってまいります。この藤田と日高というのはもう本当にあうんの呼吸があって必要最低限の時しかカットに出てこないですよね。体力が温存することに関してはうまいですよね、はい、まさにこうタッグ屋というかね、そういう感じがしますよね。相手を動かして動かして動かして疲れるのを待つという、はい、さあしかしながらここはちょっと攻め込まれております。さあ黒田の力強い攻撃、さあこれはちょっと屈辱的なカバー、さあチョップであります。さあチョップの打ち合い、あとしかしこの辺りは黒田のインサイドワークか、痛
そうですね、先ほどからね必要に股間を狙ってますけどもね。さあちょっと藤田が動けなくなっております。まあこの試合に限って言えばね、はい、ベルトを取りにお互い行ってるわけですから、まあ、どんな手段を使ってでも取ったものがね、うん、またアメリカに行くチャンスが生まれるわけですから。そうですね、はい、もう黒田君のああいう攻撃も分かりますよね、うん。黒田選手がアメリカ遠征行ったってあまり聞いたことがないんで分からないんですけど、まあ、黒田選手も機会があったら行きたいと思うんですよね。おっとこれは見事な、これまた切り返していきました。さあ日高にタッチしたい。あっとしかしながら、さあこの辺り佐々木捕まえます。さあしかしこれはおっとスタナー、さあスタナーでピンチを脱出、そしてエルボー。この攻めるときはね、間を空けず一気に攻めるっていうのがやっぱり、はい、一流の証じゃないですかね。そうですね、そして日高がスプリングボードのミサイルキック、さあそして側転からおっとニールキック、これまたトリッキーな動きであります。さあさすがであります、この辺りは試合をよく見ています。そして日高のトレーの DDT、 さあ観客がどっと沸きます。そして場外へ飛びます、プランチャー的確にヒット。さあそしておっと止めであります、藤田の飛べスイシーダー、一気火星に攻めてまいります。ただこういう動きになるとね、吉人が読み切れてないですよね。まあやはりちょっとスピードにはね、この日高そして藤田の方が分がありますからね。外に出るのはね、自爆するとかなりのダメージを負いますからね。さあ一気に試合のペース己の陣営に手繰り寄せてまいりました。日高行くと、さあこの顎のテーピングが痛々しい、しかしながらそれを感じさせないファイトであります。さあショータースルーの体勢からエビが止め、おっとドロップキック、この辺りは素晴らしい動き。ちょっとね油断するとこれですからね。そうですね、日高選手のインサイドワークってのは素晴らしいですね、はい。さあそしてまたもや早い丸め込みスモールパッケージホールド。さあワイヤーカウント3という瞬間際どい、おっとしかスピア力技になってきましたね、はい、佐々木のスピア強烈に決まってまいりました。そして黒田にスイッチであります。さあこの辺りが勝負の分かれ目ポイントとなるのでありましょうか。さあノーザンライトスープレックスホールド、しかしこれはカウント2、ぶち殺せるおてめなのよ。さあまあこのまあ黒田サイドとしてはですね、やはりその2人の藤田と日高の連携に持ち込ませないこと、これがやっぱり重要でしょうね。そうですね、はい、やっぱりその吉人がね、やっぱり黒田選手に対してやっぱ先輩だからね、はい、少しこう気を使いすぎているのかなというのが現れてますね、連携に、うん、バラバラですからね、はい、それに引き合いも藤田日高はね、はい、素晴らしい連携ですね。さあしかしここはもう百発百中のてっちゃん勝ったですね、はい、百発百中ですね、さあそしてここは黒田のおなじみの動き、ラリアットを狙います、ね、さあラリアットに行く、しかしここはバックに回ります。あーローブロー、また吸収ですか、またもやローブローであります。さあバックドロップ、おっとこれは着地、スルッと着地しました。さあ場外転落か、おっとまた帰ってきてフライングディールキック、ちょっと油断しました黒田。さあそして藤田であります、藤田ミドルが出てまいりました。ちょっとしたところでね、あの客の声を自分の方に持っていくのがうまいんですね、はい、さあこの辺りはアメリカンスタイル、観客を味方につけ一気加勢に攻めます。先ほどのお返しか、さあトップロックから、あーしかしこれはすかされた。さあしかしもう一度いきます。さあこれはなんだ、危ない体勢であります、フランケンシュタイナーか。さあこれはちょっと意地でもやってやろうと思いますね、はい、タイミングが合わないところ。さあもう一度観光します、おっとフランケンシュタイナー、なだれ式強烈に決まりました。さあカバーの体勢、これはどうだ。フランケンシュタイナーね、自分が体勢不十分だと自分も自爆しますからね、本当に。さあそしてアンクルロックから、おっとボンヤードの体勢か、あしかしこれは佐々木がカットに入ります。さあこの試合 PWF ユニバーサルタッグ王座決定戦、ベルトがかかっております。さあリング上は藤田と黒田の戦い、
さあ藤田がトップロープに登って何を見せるか。あっとボディープレスは失敗。ここは黒田よく見ていた。そしておっとシャイニングウィザード。さあ黒はどうだ。ギャロイ。さあ試合は15分が経過。さあいい試合になってまいりました。さあこれは黒田がトップロープを伺います。そして場外では分断。さあこれは藤田が何でしょうか。危ない体勢であります。何を狙ってるんですかね。さあおっとこれはうまく黒田が切り返して、あっと危ない。あっと広角度のパワーボムからジャックライフ。これはどうだ。あっとカウント2。これもカウントは2。非常に際どい瞬間が続いております。さあこれはもう1対1の戦いとなりました。さあちょっと朦朧としている。あっとラリアット。さあこれは決まったか。あと日高が間に合いました。佐々木がね、日高選手を押さえつけられればもしかしたら、ね、そうですね、取れたかもしれないですね。あるいはというシーンでした、はい、さあそして佐々木がおっとトップロープからミサイルキック飛んでまいりました。そしてバックがあってジャーマンスープレックスホールド人間強。これはどうだ。これもカウントは2であります。足のねちょっと位置がちょっと悪かったですね。まあ藤田がしかしガッツで返します。そしてアルゼンチンバックフリーか。これはちょっと厳しいか。さあそして日高が分断された。おっと藤田がかわして、あっと一切り。さあこういった後期チャンスを見逃さない。そして藤田が何かを狙っています。エプロンサイドからスプリングボードのアートスピア。カウンターでカウンターで食らわしました。そしてアルゼンチンバックブリーカー。あっとしかしここは日高のフォロー。さあ試合が混沌としてまいりました。さあ黒田をうまく分断。そして佐々木を捉えてジャンピングを DDT。 さあフェイスバスター気味に決まりました。これは了解しましたね、はい、さあこれはちょっとタイトルの行方分からなくなってまいりました。さあ日高と藤田のツープラトンか。さあキックからおっとダイヤモンドカッター。そしてボディープレス腰に行きましたね。さあ痛めてる腰にボディープレス了解した、うん、さあそしてですね、そうですね。さあこれはあと腰を狙いにいったボーンヤード。藤田の必殺技であります。さあこのボーンヤードこれはどうだ。逃れられればねチャンスなんですけどね。あっとここでタップであります。藤田のボーンヤード、これにより PWF ユニバーサルタッグ王座タイトル奪回であります。まあ意味わかんないね、うん、理由でね、うん、剥奪されたけど、うんうん、なあジャック・ブリスコに返上しろって言われたら素直にするけどよ、ジャック・ビクトリーだよ、納得いかねえよな。そうだよお前、うん、おい ECW の時はお前車椅子乗ってよ自力で歩けなかったやつだよおい。ああちっこい団体になったからって権力振りかざしやがってこの野郎、うん、ああ俺もよ、あこの PWF はよロードプレイヤーズが会長の PWF だとよてっきり思ってたのによ、なんか違ったらしいな、騙しやがってよ。ああでも性格また取り返したから、うん、ああ俺ら大事に預かっといてやる。真面目な話させてもらうとね、うん、4月にねアメリカで2人でこのベルト取ってね、帰国して早々ね、骨折して、長期欠場して、そっからね俺の時計の針止まってたやつ、ずっとこの3ヶ月以上、相方にもねこの今もそうやけど、コンディションね最こんな状態でね、毎回毎回相方に負担かけてるけど、今日ようやくこのベルトが俺の腰返ってきて、ようやく今日からね止まってた時計の針動かせるよ。本当相方ありがとう今まで。相方もそうだけど、やっぱりね、応援してくれたファンの皆さんも、大谷さんはじめね、ゼロワンの皆さんも、皆さん、本当、マスコミの皆さんも、本当ありがとうございました。これからまたよろしくお願いします。あとね、昨日あったけど、ゼロワン、ゼロワン、新生ゼロワン、高岩さんがね、ジュニアを盛り上げると、
形は違えどね、立場は違えど、うん、俺たちも、うん、その気は十分だよ、うん、俺らもな、うん、負けねえぐらいにゼロワンのジュニアを盛り上げてやるから、うん、俺らにも注目しててください。さあ続いては盛岡大会のセミファイナルであります、長州力、高岩達人、石井智弘組対坂田渉、佐藤光平、横井宏隆組の6人タッグマッチであります。さあ入ってきたのは石井智弘、そして高岩達人、そしてしんがりを行くのは長州力であります。さあこの岩手大会、興味深い一戦が組まれました。音楽が鳴るだけでゾッとするね、期待感が持てる音楽になった、数少ないうちの一つですよ ね、うん、何かこう昭和の、ね、プロレスにタイムスリップしたかのような、ね、またこの地方大会の雰囲気というのが ね、 そうですね、またあの昭和を思わせますよね、はい、さあ今ゴングが鳴りました。6人タッグマッチ、長州と佐藤光平が先発であります。後編もね、火祭り勝って、はい、USA B級取って、はい、うん、長州力の首をね、うん、取れるようにね、うん、頑張んなきゃダメです。そうですね、まあ、考えてみますと、かつてこのマット界で幾度となく起こってきた世代闘争の中で、真の意味で世代の壁をぶち破ってきた、それがこの長州力なわけであります、まあ、そういった意味でもこの時代を変えようというね野望を持った佐藤ですから、やはり長州は体感したい相手ですよね。そうですね、長州力こそね、そういう時代の扉をね、はい、こじ開けたっていうんですか、無理やりこじ開けた一人ですから。そうですよね、その難しさは本人が一番分かってるし、やっぱり公平とかね、横井がそれをやるんであればね、うん、こんなもんじゃまだまだ無理だよと、いうのも教えてると思いますよ、無言でいながら。そうですね、うん、8月の長州力のね、はい、体調の良さには目を見張るものがありますね。うん、素晴らしいですね。さあそして長州サイド、高岩達人の登場であります。さあ高岩と佐藤光平、どっちかといえばその高岩、石井、長州選手というのはね、はい、長州力直の強いタッグチームです。そうですね、高谷は昔しごかれてるし、はい、散々怒られてます、ね、はい、片谷は横井、佐藤、坂田、もう自由人ですよね、はい、己の信じた道しか信じないっていう、相手が何よと聞かないですからね。そうですね、そういった意味ではその根底も違うこの6人タッグマッチであります、ね、さあ坂田の逆水平、さあこの気迫あふれる表情、あっとしかしエルボー、強烈な攻撃であります。長州さんと組んだ時の高いのは強いですよ。強いですね、サイルボー、もう当たりがね、コーナーに変な技でも出して帰ってきたらコーナーで怒られますからね。あ、なるほどね、それだけ気合入ってますよね、まあ、ちょっと目つきがね違いますよね。そうですね、ビジュアルはともかくですね、この石井高岩っていうね、はい、ジュニアのライトのタイプはね、はい、強いですよ。そのヘビー級と当たってもね、遜色のない当たりの強さを持ってますからね。そうですね、さあこの石井智弘、長州力のマナ弟子であります。このゴツゴツとした岩のような肉体、強靭な肉体を誇っております。まあ小型爆弾のような男ですよね。そうですね、まあ、表現するとすれば、まあ、長州小力なのか、はい、ね、そういったイメージ持ってますよ。長州さんのいいとこをね吸収し続けた結果、もう風格もねファイトスタイルも、全て似てきたというね。そうですね、ここ2年間ですごばらしく成長したうちの一人じゃないですかね、はい、やっぱりね近くにいることによってね、マスコミからも注目され、ファンからも注目される存在になっちゃうんですよね、はい、それをこうねプレッシャーと感じずにある意味楽しんでますよ。さあ足を取りました石井。さあ、まあ、しかしこの
坂田、横井、佐藤、まあ、9月からの新体制の中でやはり自己主張していかなくてはいけない存在であります。まあ、先日あの記者会見がですね、行われまして、新生ゼロワンの概要が、まあ、中村さんより発表されたわけなんですけれども、まあ、ちょっとそのあたりを改めてお伺いしたいんですけど。そうですね、橋本慎也の手術、まあ、休養に伴いね、もう選手個人個人、好きなことをやってくださいと。まあ、私の方もその今までは、橋本代表とね、その大谷より下の世代のパイプ役をしてただけなので、その必要性を感じなくなったんですよね。であればもう、そのパイプ役もいらないんで、選手が好きなことをね、好きな戦いをね、どうぞおやりくださいと。で結局ファンが求めてるっていうのは誰が一番すごいのかっていう、強いか弱いかっていうのはもう結果として出てしまうので、やっぱりすごいかというものをね、競ってもらいたいということは大谷選手には伝えましたけどね。あとはもう個人主張ですよ、誰が誰とやりたいとか戦いたいっていうんであれば言ってきていただければ、そのカードをこちらで、発表しますから組みますよと。なるほど、そういった意味でももう全てがやはり選手にはもう発奮していかなきゃいけない環境が整うということですね。ゼロワンの中にもその恵まれた環境でなかった選手もたくさんいますからね、そういった意味でそのハングリーであってほしいですよね。そうですよね、まあ、そのシリーズ初戦となる 9.12 後楽園では5対5綱引きマッチ、ゼロワン戦国時代の幕開けはいきなりの軍団対抗戦となったわけであります。そうですね、僕の中にもその誰と誰を戦わせたらいいのかとか、そういう発想は今もうフラットがないんで、そのことをもう追いついた上では綱引きでやってみますかと。誰と誰が当たってもね、恨みっこなしですよ。なるほどね、ただそこで強いか弱いかっていうね、そんな勝ち負けよりもゼロワンとして打ち出すものは何なのか、各々が考えているスタイルとは何なのか、せっかく代表がいないわけですから思い切ってそこで自己表現する、そこが大切だと思います、当然ながら自己主張のない人間、まあもう当然試合組む必要も僕はないと思って。なるほどね、それは今まではどんな試合をしてもどんな形であろうと代表が面倒を、見てきましたから、私の方がいいんだね、その代表代行代理という立場で会社を預かるんであれば、その指示をされない、興味も持たれないような選手に、そのギャラを払う部分というのはちょっと無謀な話だと思うんですよね。確かにそうですね、全てがプロ勝ったらそうじゃないと思うし、やっぱりそのハードルの高さは一定と定めないとね、誰でも上がれるリングではつまらないと思うんですよね。いや全くでもその通りですね、まあ、そういった意味では、まあ、リング上そして、まあ、全てにおいてね、まあ、サバイバル戦という感じになっていくんでしょうかね。さあ、いずれにしましてもこの後楽園大会で何かが生まれそうな予感がいたします。まあ、今のところメンバーがですね、まあ決まってきまして、大谷、新庄、大森、そして坂田、藤田と、いった4人に、まあ、あと1人と、いうところですね。そして対する、まあ、佐藤の方はですね、佐藤、横井、蔡、佐々木、田中と、いう5人がもう揃っておりますけれども、このメンバーに関してはいかがですか。大谷とね、戦いたい、大谷を倒したい、佐藤を倒したい、そういう選手の集まりなわけですから、まあ、みんながみんな例えば5対5になったからといってそれがチームとは限らないと思うんですよね。なるほどね、僕はそのタッグでは今大谷大森というねタッグが多分突出していると思うんですよ、なかなかそれに打ち勝てるタッグが出てこないと思うんですけど、個人ではねちょっと公平が隙を見せればもうすぐ坂田でも持ってきますよ。そうですよね、さあまさに熾烈な出世争い、オートラリアット、高岩にだって大いにチャンスありますから、だからまあ高岩の場合はこのシリーズで、カズスパンキーというね、まあ、ハッスルでもおなじみのタッグなんですけど、このハッスルのチームの挑戦を受ける必要性が今あるので、なるほどね、ここには参加してませんけど、まあ、いずれはその輪の中に入ってくると思いますよ。そうですよね、当然この石井もね、入ってくるべきだと思いますよ。まあ、そういった意味ではその橋本慎也の抜けた穴にね、こう頂点に上り詰めようという猛者はもううようよしてるわけですからね。そうですね、さあ坂田のドロップキック、坂田のドロップキックは本当に綺麗になってきましたね。おっと、これはサソリ固めでありましょうか。
長州力をじっと見せます。憎ったらしいですね、サソリを入れるときに睨むんですけどね。しかし長州は意に返しません。さあ石井が行ったぞ、ラリアット。若大将は黙ってないですね、はい。さあそして長州力にスイッチであります。こういう時は怖いでしょうね。これはどうだ、いきなりラリアットが、いきなりラリアット、もう開始早々出ます。